ではお迎えいたしましょう、それでは山中教授こちらへお願いいたします。中央へお願いいたします。はい、山中教授、東京のスタジオにお越しいただきました。お忙しい中ご出演ありがとうございます。はい、よしきさん、こんばんは、こんにちは。どうも、こんばんは、はい、こんにちは、はい、ご無沙汰してます。こちらこそご無沙汰してます。今日わざわざありがとうございます。とんでもございません。あのお話に入る前に、いつ頃からお二人は親交があられたんですか？8年くらい前だと思いますが、はい、あの京都の蕎麦屋さんで、ええ、お会いしまして、まあ、それ以来の、はい、お付き合いです。長くお付き合いされてるという、はいはい、あの共通の友人なんですけど、あのマーク・ベニノフさんという、まあ、アメリカのですね、はい、僕と一緒にあのおそばを食べに行って、山中先生も一緒にそこにあのジョインしてという京都ですね。なるほど、うん、もう8年になるんですね。ちょうど8年ですね。ノーベル賞をいただいた割と直後でしたから、はい、ちなみに今日僕朝ちょっとメールのやり取りをマークとしてましたが、はいはい、やはりまあもうその日本のこととかすごく気にしているようなので、今のこのコロナウイルスの状況ですね。あの、はい、僕も本当は明日からサンフランシスコだったんですが、あの今回はちょっと見合わせました。あ、はい、そうですか、はい、Turn off this speaker because here both center。 すいません、はい、今の段階ではですね、アメリカの多くの方は日本の方があのかなり深刻な状況だと、だからまあ あんまりこう日本からは来てほしくないというような、あの少し雰囲気も感じましたので、今回は見合わせましたが、はい、まあ、実際はアメリカも今かなり深刻になってくると思 いると思いますので、今後ですね、こういう国際間の協力が非常に大切になると思います。今僕はまあこちらに来て、まあ、住んでますが、連日ちょっとこれ日本側 であの、エコーしてません？声が確認します。すいません。連日あのテレビはもうコロナウイルスの件、ウイルスの件で一色ですね。うん、はい、特にニューヨークとかは今いろいろ封鎖が始まってますね。あと同じようにまあ日本と同じ現象と思われるんですが、僕日本には今いないので分からないですけど、トイレットペーパーがなくなったり、ハンドサニタイザーですかとか、まあ、その手洗いのやつとかマスクとかも基本的には手に入らないです、ロサンゼルスで今。うーん、まあ、アメリカの方あんまりマスクしないんですが、それでももう手に入らない、そんな状況ですか？そうですね、はい、でやはりもうあの、まあ、場所にもよるんですけど、やはりそのまあ、僕らアジア人と見ると皆さん一瞬大丈夫ですかという、まあ、悪い意味ではないんでしょうけど、まず聞かれます。で日本は大変なことになってるんじゃないかとか、ただアメリカもここ数日はもう、まああのまあ、先日、まあ、そのストックマーケットですか、あの、ね、ウォールストリートが完全に、まあ、2000ダウが下げたとかすごいことになってますが、今はちょっと半パニックになってますね、アメリカでも。まあ、私はですね、感染症の専門家でもないですし、あの公衆衛生の専門家でもないんですけれども、ただあの今回の事態は非常に心配しておりまして、であの医学研究者としてですね、はい、できるだけこうたくさんいろんな情報がこう、はい、出回っていますが、その中からあの正しい情報だけをこうキャッチして、で自分なりにそれを、うん、あの消化してといいますか、その正しい情報に基づいた私の解釈をいろんな方に、まあ、こういう機会を利用して発信するのがあの今の私にできる貢献だと思っています。でそういう意味であのこういう機会をいただいたのも本当にありがたく思っています。はい、こちらこそぜひお願いします。それ先生、早速なんですが、まあ、僕は、先生 と、 あの、対談された、尾身先生ですね。そうですね、はい、ビデオを見させていただきまして、すごく参考になったな。そして僕のツイッターとかにも上げさせていただいたんですが、そのビデオですね、
で、まあ、その情報を含めてもっといろんな人たちに正しい情報、まあ、先生が今知る限り今の時点での情報を提供していただけると非常に助かるなと思いまして、はい、今回、まあ、ゲストに来ていただいたんですが、はい、まず最初にお聞きしたいんですが、このコロナウイルスというのは COVID-19 ですか、これはどれだけ危険なものなんでしょうか、 それとどれだけまだ未知、その分からないことだらけなのか、ある程度分かっているのか、そこはどんな感じでしょうか。はい、まあ、本当にこの去年の年末くらいに突然こう人類にこう向かって襲ってきた、まあ、自然災害とも言えると思うんですが、そういう新しいものですから、まだまだ分からないことも非常に多いです。ただですね、私一つ言えることは、この新型コロナウイルスは正しく対応しないと非常に大きな被害、人的な被害、そして経済的な被害を与えうる、そういう可能性を持ったウイルスであることは間違いないと思います。で、同時にですね、正しく対応すればその被害をもうゼロにはできないですけれども、かなり抑え込める、そういうところもあると思います。ですから、これ今日3月11日ですけれども、地震とかですね、台風はそのエネルギーそのものは人間はもうどうしようもないんですが、今回のこのコロナウイルスという感染症の人に対するこう打撃のエネルギーというのは、私たちの対応いかんによって大きくもなるし、非常に小さくもできると思いますので、人間人類の対応が今非常に大切にな局面だと、そういうふうに考えています。僕はですね、ビル・ゲイツさんの記事ですね、まあ、僕は昔お会いしたこともあるんですが、まあ彼は、まあ、すごいチャリティーをやってらっしゃる、いろんなその感謝状に方こととかもやってらっしゃるので、以前からこのことを提言してたので、今回のコロナウイルスの記事を読んだんですが、まあ100年に一度の可能性もあると、まあ、すごい災害になってしまう可能性もあると、そうじゃない可能性もあるが、今はまだ未知の世界のものなので、その最悪のことも考えた上で人類は行動しなきゃいけないというような提言を してるんですね。まあ、それで皆さんが恐れてしまうのも怖いと思ったんですが、逆にでもそこまでの可能性を含めているものなんでしょうか。これは私もそう思います。100年ちょうど100年くらい前にですね、スペイン風邪というインフルエンザがですね、世界中パンデミックになりまして、何十万人という方が亡くなったと思いますが、今回のコロナウイルスは可能性としては同じくらいの危険性はあると思います。ただ100年前と比べて医学も進歩していますし、公衆衛生も進歩していますし、いろんなこう国際間の連携であるとか、インターネットも進歩していますから、100年前とは違ってみんなが正しく行動して、世界が協力すれば被害は100年前の何十分の1に抑えれることは十分可能だと思っています。ですから油断は決してしてはダメですが、パニックになる必要はなくて、今正しい冷静な行動が求められていると思います。そうですね、その油断という線引き、そして、パニックという線引き、そこがすごい英語でファインラインというんですか、微妙なラインですよね。どこまで気をつければいいのか、どこまで楽観視すればいいのかという、そのラインのどこに今現在ですね、もう引くべきなんでしょうか。僕らはこれはちょっと難しいですが、これ楽観視しすぎると、はい、もう大変な被害が生じる可能性あります。で、一旦生じてしまうともう元には戻れないので、はい、私はですね、最初はどちらかというと怖がりすぎるくらいの方が、こういう世界的な、もう個人の問題じゃなくて社会の問題ですから、個人の問題だったらですね、例えば私もマラソン走るし、もう年だからやめとけって言われてるんですが、それは自己責任でやっていますが、今回そんな問題じゃないんですね。もう社会全体の脅威ですから、ここはもうみんなで今かなり我慢をして、この最初の一撃をこう通り過ぎるのを待つといいますか、エネルギーをできるだけ小さくする、そういう時期だと思っています。まさしくそれはビル・ゲイツさんの記事にも書いてあった通りで、やはり
まあ、アンダーエスティメートしちゃいけないと。あの、ちょっと待って、I don't want to see the subtitle, whatever. Just can you tell them, Ryan, I don't want to see the subtitle. It's distracting. I'm so sorry. Subtitle, I want to see the title of the comment on this. They're coming this, if you can see. Let me see.あ、すみません、そうですね、だから、まあ、僕も、まあ、どっちかというと、まあ、そのアンダーエスティメートしちゃいけない、まあ、最悪のことを考えた上で、うん、ただ、まあ、あの今はこれはまだ防げるものという努力すれば、まあ、防げないにしても、その感染の速度を遅らせることができる、遅らせることができる間にこれに対する、カウンターメジャーっていうんですか、要するに対策を練ることができるっていうふうに僕は解釈しているんですが、そういう解釈でよろしいんでしょうか。僕も全く同意見です。あのこれは十分に注意して用心するべきですけれども、私たち人類は100年前よりはるかに賢くなっていますから、正しく行動して、はい、で大切なのは、はい、あのやっぱり世界が協力をして、うん、こういう正しい行動をすれば、うん、被害はもう比べ物にならないくらい抑え込むことができると。もうだからある意味本当私たちが試されている、ウイルスにこう試されている、そんな状況じゃないかなと思います。あのこれは人、はい、油断はダメだけれども、ちゃんと行動したら私たちウイルスに負けることはないと思います。人類と世界の、あ、人類とそのウイルスの戦いってことですね。これは、はい、あのおっしゃる通りだと思います。後々この人類とそのウイルスが、この今のウイルスが、まあ、長いタームでこれは共存していくということも含めたの上での戦いですかね。そうですね、あの新型という名前の通りこれまで存在してなかったんですね。ということは、はい、あの僕たち人間免疫というものができるんですが、免疫というのは過去に出会ったウイルスとか細胞、はい、ウイルスとか細菌ですね、そういうものには免疫ができますが、この新型コロナウイルスは出会ったことがないので、誰も免疫持っていませんから、今は入ってきたらもう防ぐ方法がないという状況です。でもですね、これあの1年2年経ってくるとワクチンも開発されるでしょうし、このウイルスに対する治療法もどんどんできてくると思いますから、それができる、そういう対応ができるまでの1年くらいの間が一番ちょっと大切な時期で、ここでいかにこう爆発的な感染の広がりを防ぐことができるかと、これがあの最大のポイントじゃないかなと私は考えています。今、まあ、一人一人の行動ですね、まあ、それが日本であろうが、アメリカであろうが、一人一人の行動が人類全体に影響してくるっていう考えでいいんでしょうか。もう本当おっしゃる通りです。あの病気っていうのは個人個人に対して脅威です。私が病気になったら明日もうあの走れないとか演奏できないとか、そういう自分自身の問題でもあります。でも今回のですね、この新型コロナウイルスというのはかなりあの二面性のあるウイルスでありまして、今分かっていることは、たとえ感染しても8割くらいの方、特にですね若くて元気な方、20代30代この番組を見ておられる方の多くにはですね、かかったとしても普通の風邪くらいの症状しか出ない、もしくは何も症状が出ないっていうことが分かっています。だからそういう個人に対する、特に若い方に対する個人に対する脅威というのはそんなに大きくないんですね。ところが感染に気づかないものだから、そういう人がもうどんどん普通に仕事に行ったり遊びに行ったりして、周りの人にどんどん移してしまう可能性がある。でその中に例えばご家庭にいつも可愛がってくれているおじいさんおばあさんがいられるとしたら、そういう子どもさん、あんまり症状が出ない子どもさんとか10代20代の方から高齢者の方に移ってしまうと、高齢者の方に対しては突然こう二重人格じゃないんですが牙を剥いてですね、非常にこう重篤な肺炎等のもう重篤な病気を起こしてしまうという、そういう二面性があるということが知られていますから。ですから自分は大丈夫でも周りにいる高齢者の方にとっては非常に脅威になる可能性があります。そしてそういうのが積み重なると、もう社会として病院が患者さんでもあふれてしまって、この病気になっても
例えば人工呼吸をしたらなんとか回復するのに、そういう人工呼吸器がもういっぱいで、してもらえない。でさらにはですね、このコロナの肺炎等で病院がいっぱいになってしまって、他の病気で病院に行きたくても病院がいっぱいで行けないと、他の病気の患者さんにまで影響すると、こういう社会に対する脅威になり、脅威にもなりえますので、ぜひそういうこのウイルスというのはなんか二面性のあるウイルスだと、その辺を理解することが非常に大切だと思います。まあ、例えばフランスですと、まあ、そういう、イベントとか、まあ、5000人当時は最初は5000人規模のイベントを中止 しなさいと、今はそれを1000人まで下げたんですね。イベントで集まる危険ですと、まあ、イタリアは今多分ご存知の通り、多分全国自体が 今シャットダウンしてしまっているという状態ですね。で、まあ、例えば僕スペインですと、もう2月の後半に 5G コンファレンスですね、テレコミュニケーションの人たちがみんな集まる、僕も行くはずだったんですけど急遽、まあ、キャンセルになりまして、まあ、そうですね、あらゆるイベントですね、例えば、まあ、僕は今エンターテインメントにいるんですが、サウスバイサウスベストというテキサスの大きなイベント、僕も何度か行ってるんですけど、それもキャンセルになりました。そして、まあ、本当今日なんですけどコチェラフェスティバルというアメリカで多分、まあ、世界でも最大級の音楽フェスティバルなんですが、それは多分秋に延期になったりしてるんですが、この今僕らが、まあまあ、ただしその経済のこととか、じゃあ皆さんこの間どうやって過ごせばいいんだとかっていう、すごく妙なラインを先ほどもやったことって言ったところがあると思うんですが、僕の考えっていうのは、まあ、これもまあ多少余裕があるからって言われるかもしれないですが、一日も早くこの解決策を見つけることが、そしてことが将来的には、まあ、解決策を見つけ、そのスピードを遅らすことが将来的には、経済的にも早い復興につながるんじゃないかという、まあ、例えば英語で言う、Don't be penny wise, pound foolish. 要するに目先の利益のために将来的な大きなものを失わないでほしいというような解釈を僕は知ってるんですが、まあ、それに関しては結構賛否両論、僕もウェブとかで、まあ、ツイッターとかでつぶやくと、今ライブハウスでやって、やらないとライブハウスの経営が倒れてしまうと、でも今我慢しなければと、僕はちょっと、まあ、皆さんのことが本当心配でしょうがないんですが、それは先生どういう解釈をすればいいんでしょうか。あのですね、まあ、非常に難しい問題ですが、こういう緊急事態でウイルスは待ってくれませんので、今大切なのは早く対策をする、待たないで、今よく言われるのはですね、その対策にエビデンスはあるんですかと、科学的エビデンスに基づいた対策ですかという議論もあると思うんですね。でもこれはエビデンスを待ってたらいつまでも対策できません。初めて、人類が初めて経験してるんですから、エビデンスなんかどこにもないんです。じゃあその間何もしないかといったら、その間にもう手遅れになってしまいますから、今は、先ほども繰り返しになりますが、もうちょっとこれはもうやりすぎじゃないかと、大げさじゃないかというくらいの対策をして、でそこからだんだんエビデンスが集積してきますから、あ、これはやりすぎだったというところは少しずつ緩めていく、そういうなんていうか、リアクティブじゃなくてですね、プロアクティブといいますか、もう先手先手でやっていかないと、今回はいろんなリスクがあって、それぞれによって対応は違うと思うんですが、このウイルスというリスクは一旦感染が広がってしまうと、もう本当大変なことになりますから、本当私は先手でやる必要があると思います。その上でですね、ただそのいろんなライブ活動で生計を立てている方、またジムのインストラクターの方、もうそういうたくさんの人が今もう本当に明日の生活も困るという状態にも急速になっていると思います。でもこういう方に対する保障というか支援は、もう本当国を中心に今も十分にもう議論されていると思いますが、こちらももう待ったなしですので、一日も早くどん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 対策をもう考えてからやってたんじゃ遅いですので、もう緊急的にどんどんやっていただきたいなと思っています。そうですね、まあ、僕もその、まあ、尊敬するアーティストであったり、偉大なそういう、まあ、なんていうんですかね、表現者の人たちに対して、僕が今こういう行動をする、ね、今コンサートを行うこととかは、まあ、ファンの皆さんに対しても危険ですということをツイートしたら、まあ、賛否がすごく巻き上がりまして、まあ、でも僕はそのやはり先生のおっしゃる通りだっていう、まあ、自分なりに収集した、まあ、
その知識をもとに発信していたんですが、やはりやっぱり先生のおっしゃる言っていただいて、今自分もさらに発信していることに確信が持てました、はい、そしてですね、まあ、やはりこういうもとにこと時っていうのはデータがまあすごい重要になってくると思うんですが、例えばまあその韓国ですね、とかはもうドライブスルーで今検査をしているということは、やはり自動的にその感染者の人数は、まあ、検査の数が多いので、まあ、増えてくるだろうと。で、例えばアメリカですね、やはり今それは保険の問題とかも国民保険というものじゃないので、皆さん検査に行くと何十万円もお金かかると。だから行きたくないと、僕の友達とかでちょっと悪いんだよ電話で喋ってって言ったら、検査に行った方がいいよって言うと、検査に行くのもったいないっていう、あ、じゃあこれじゃあ分からないじゃないかと。同じように日本でも検査ができる状況が、あの皆さんがそのなんか、ね、唾液とかで検査できるんであればキットがあって、そしたらもっと皆さんが分かるんでしょうけど、まあ、僕の言いたいのはまず実際のデータとして、この発表されている感染者というのはどれだけ正確なものなのか、ひょっとしたらもっと大勢いるのではないかとかというところをまずお聞きしたいんですが、これはまあ本当私あの専門家ではなくて、その最前線におりませんので、うん、あのなかなかあ、まあ、推測になりますが、あの日本の検査数が少ないのは間違いないです。韓国とか、うん、イタリアに比べてもう10分の1も行われていないと思いますので、仮にもっと検査をすれば、おそらく患者さんは感染者はあのもっといると思います。ただあのもう一つ非常に大切なのは、あのインフルエンザとは全然違います。インフルエンザはあのもっと長く前から人類の脅威でしたから、いろんなあのちょっと専門的な用語になりますが、このインフルエンザウイルスに対する抗体とかももういっぱいちゃんと入手できるんですね。でその抗体を作ることに使うことによって、非常に簡単にもうお医者さんが患者さんの目の前で、こう喉の、からちょっと嗅ぎ取ったものをこうピュッと当てると、もう数分で結果が出るような簡易検査がインフルエンザではできます、この新型コロナウイルスではそのキットはまだありません。最近突然現れたウイルスなので、うん、抗体もまだ、うん、入手できませんので、今はあの PCR という、はい、あのウイルスの遺伝子をもう100万倍くらいに増幅して、検出するという方法しかありませんから、これはですね、いくら頑張っても日本中の感染の可能性ある人を全員に行うことはこれ不可能です。だからそれはまず、うん、抑えておかないとダメで、全員は絶対無理です、はい、1割くらいにできるかどうかさえ分かりません。じゃあそうなった時にどれだけ検査をするかっていうのは、あの非常にこう議論は必要だと思います。あの先ほど病院がもういっぱいになってしまうと、これはあの検査を仮にどんどんすると症状がない、もしくは症状が非常に軽いのにウイルスは陽性であるという人がいっぱい出てくると思います。でそういう方は今全員入院、ほぼ全員入院していると思いますが、そうなってしまうと本当病院がいっぱいになってしまって、1割2割くらいの重症の人がもう入院したくてもできないと、で他の病気の人も入院できないという状況になりますから、こう闇雲にあの検査をすればいいという、そういう単純な事態ではないと思います。でこれはもう本当専門、尾身先生はじめですね、専門の先生方が今もう今得られるエビデンスに基づいて真剣にどうしたらいいかということを毎日のように話し合っていただいていると思いますので、あのそちらの指示に従っていきたいと思っています、はいはい、先生、まあ、そうした場合、まあ、今お話をいろいろ伺っているんですが、まあいろんな職業の方がいると思いますが、まず一番移りやすい、今の、データの中でこういう場所は避けなければいけないっていう、この場所は安全ではないかという、まあ、100% という言葉はないにしても、今考える中ではどういうガイドラインっていうのがあるんでしょうか。まあ、あの昨日もですね、あの専門者会議の方から3つの条件が揃うとリスクが高いというふうに発表されてました。それはまず人がたくさん集まる場所、そして2番目は換気の悪い場所、で3番目は単に人が集まるだけではなくて、声を出したり、こう激しい息遣いをしたりする場所、この3つが揃うと一番危ないと。でも3つが揃わなくても2つが
例えば揃うとリスクはそれなりに上がると思います。で、でもあとはですね、じゃあもう個別の議論をしだすと、もう本当に先ほどの何千人だったら辞めるべきとか、何百人だったら辞めるべきという線引きはこうなかなかできない。それこそエビデンスがないんですね。あの大阪のライブハウスでも100人くらいの規模のライブハウスでも何十人も感染者が出ているわけですから、これはですね、あの繰り返しになりますが、最初はやっぱりもうちょっと厳しめにいって、急激な感染者の増加をもうできるだけ抑える、社会がパニックになるのを抑えると、これが一番大切じゃないかなと思います。あのさっき吉木さんがですね、あの、はい、いろいろ発信されるといろんな批判もあると、でおそらく僕も、iPS 細胞以外のことをこう発信するといろんな批判あると思うんですが、僕はあの批判っていうのは非常に必要なことで、その批判に基づいて、改善することもありますから、それは全然いいんですが、ただこの状況はですね、例えば安倍首相なりは今非常に辛い決断をしないとダメな時なんですね。でエビデンスが非常にまだないと、で専門家の方たくさんおられますが、専門家によっても言われることは違うと、でその中で先ほど言いましたように何もしないというのが一番ダメなことで、行動しないとダメ。でその非常に苦しい中で安倍首相をはじめ、まあ、各組織のトップ、私もですけれども、それぞれで決断しないとダメなんですね。でこういう状況ですから、僕はそういういろんな対策に対して、あの批判っていうのは非常に大切ですけれども、あの私は何と言いますか、あの敬意を持った批判と言いますか、リスペクトを持った批判をするべきであって、もうあの単なる批判っていうのはちょっと今の事態ではマイナス面が大きすぎると思いますから、あの、ぜひですね、あの、はい、プラスの批判といいますか、リスペクトの批判を、リスペクトフルなあのクリティシズムといいますか、批判をして、で、首相もそうですし、僕も組織のトップとしてはそうなんですが、もう意地にならない。もしエビデンスが出てきて、これは今まで言ってたことが間違いだと気づいたら、それはもうこれは間違いましたと、これは撤回しますと、そういうなんかこう柔軟性がの本当に求められていると思います。本当に今なんかあの人類がこう試されているというか、100年前にスペイン風邪にひどい目に遭いました。あの時は第一次世界大戦で、もう世界中もうそんな余裕なかったんですが、今はこう100年経って私たち賢くなっているはずなんですね。でだからウイルスがもう今なんかもう本当にどんだけ賢くなったか、あのある意味見てやろうと、そんな印象さえ持ちますから、もうここはあのお互いにこう健全な批判をして、でもかつこう勇気を持った決断をされているリーダーの人にはやはり敬意を払うと、こういう態度が非常に大切だと思います。やはり今はすごい時間との戦いでもあるわけですね。要するにやはり初動で今できることっていうのが、今同じことを1ヶ月後にやるよりも今やった方が、まあ感染のまあ理論考え論理を考えても早くやるべきということですね。あの1ヶ月はもう致命的な結果の違いになると思います、はい、あの、はい、日本がですね、今日3月11日です、2月11日の時どうだったか、全然誰も予想してなかったと思います。もう僕は2月17日にマラソン走りました、ノーホント、で自己ベストを出したって言ってイエーイとやってました、はい、その時私のような医学者であっても日本がここまでなるとは予想してなかったんです。もう恥ずかしいことですが、だから1ヶ月なんてもうとんでもない時間で、あのともかく今何ができるか、明日何ができるか、そしてもうお互いに我慢しよう、子どもさんも我慢してるんですから、あの 僕も 見たかった演劇がキャンセルになって、もう本当に残念でした。でももうそんなこと言ってる場合じゃないくらいの脅威が今あの日本だけじゃなくて世界を押そうとしてる。でここは賢く我慢して対応したら乗り越えれると思います。でもみんながわがままを言い出して、あの自粛規制をもうあっこが守ってないんだったら僕もいいわとか、そういう感じでですね、あっちこっちで適当なことをやり出すと、もう本当に大変なことになりますから、ここは我慢。ただあの国の方も今では全部ダメって言ってましたが、ここはもうリスクは比較的少ないというエビデンスでできたから、これはいいですよとか、あのそういうことをどん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 発信、しかもですね、それをいろんな人が発信するんじゃなくて、やはり安倍首相だったら首相と責任ある人が国民に向かって
発信していただきたいなと思います。今回、聞いた中でクラスターという言葉が出てきているんですが、それというのはインフルエンザとかとはまた違ったようなその感染の仕方というか。そうですね、クラスターという言葉にどれだけ僕らは敏感になるべきでしょうか。これが僕も数日前に尾身先生という専門家の先生に教えていただきました。クラスターというのはインフルエンザの時はほとんど聞いたことがなかったです。でインフルエンザはですね、僕の繰り返しになりますが、僕は専門家ではないんですが、一応医学者ですので、僕の理解はインフルエンザというのは、例えば5人が、集まりましたと。でその中にたまたま1人インフルエンザの患者さんがいて、5人みんなかかってしまったと。でその5人がそれぞれじゃあまた明日ということで家に帰ったと。そうするとインフルエンザっていうのは大体それぞれの家庭で感染した人が家に帰るともう1人くらいに何か移してしまう、奥さんであったりご主人であったり子どもさんかもしれないですけれども、そういう感じで何かこうじわじわと広がっていく。で一方ですね、今回のこの新型コロナウイルスはどうも違うみたいだというのが、今の少しずつ出てきているエビデンスに基づいた専門家の先生の意見です。でどう違うかというと、5人感染するところまで一緒ですけれども、その人がそれぞれ家に帰ると4人は奥さんなりご主人なり子どもさんに何でか知らないけど移さないと。ところが残りの1人だけがなぜかわからないけど他の人に移してしまうと。でたまたまその他の人に移す1人の人があんまり症状が重くなくて、若くて元気だったりして、もう全然症状がなかったり、ちょっと軽く風邪ひいちゃったかなぐらいの症状だったら仕事にも行きますし、それこそライブハウスに次の日というか1週間後に行くかもしれない。そうするとそのライブハウスで1人どころかもう何十人という人に移してしまう可能性がある。だからインフルエンザはなんかこう均一にじわーっと広がっていくのが、新型コロナウイルスはこうクラスターと呼ばれている、こう局所的にドカンとドカンと、こういうなんかこうじわーっというよりはもうバンバンという花火みたいなものがあちこちで上がるという、そういう違いがあるみたいだという。でそのバンといくところがクラスターだというふうに私もこの間教えていただきました。 ですから、インフルエンザっていうのはこのじわじわを全部抑えるというのはなかなか大変なんですが、新型コロナ肺炎ウイルスに関してはこのクラスターと呼ばれるバーンっていうところを見つけて、でそこにいた人をこう追跡していって他のクラスターを作らないようにしていけば、インフルエンザよりは抑え込める可能性があると、そんなふうに私はある意味明るいデータとして対策の方法、一つのこう何というか戦略が立てられると、そういうふうに取っています。なるほど、すごくよく分かりました。そこ年齢のお話ですね。先ほど先生のお話でこれはお年寄りに限らず子どもさんだっても基本的にうつらないことが大事。なぜかというと、その子どもさんだっても自分が持って自分は健康だとしても、そのもし感染していたら高齢者の方にうつしてしまうという危険性があるっていう。分かったんですが、その後じゃあ次にそのどのくらいの年齢の方たちが特に感染してしまった場合危険なんでしょうか。そのグラフとしてはやっぱりこのように上がるんでしょうか。これは一番エビデンスが揃っている中国のデータです。もう何万人も感染者出ていますから、中国のデータに基づくと一番感染者が多いのは30代40代50代です。で逆に20代、20歳以下、0歳から、小学生であったり中学生であったり高校生、これくらいの感染者というのは中国のデータではもう極端に少なくなっています。で、高齢者になるとやはり感染者は減っていきますが、ただ年齢とともに急にぐっと上がるのが致死率です。もう50歳、僕57ですが、僕くらいの年齢だと致死率はもう本当に低いです。ところが60代くらいから数パーセントになり、70代になるともう 7-8% になり、80代になるともう十数パーセントっていうのが中国のデータです。ですからもう高齢者にとっては本当に危険ですし、
またですね、はい、はい、高齢者に危険というのはインフルエンザも同じように80代の方がインフルエンザにかかって、うん、それがきっかけで亡くなってしまうということは日本でもアメリカでもよくあります。ただ、はい、このですね、今回のコロナウイルスがインフルエンザと違うもう一つの点は、インフルエンザは確かにそれが原因で亡くなる人が日本でも毎年1万人くらいおられるんですが、うん、その多くは、はい、ほとんどはですね、いわゆるインフルエンザ関連死と呼ばれているもので、インフルエンザそのものではなくなっていません、はい、インフルエンザによって、持病が悪化したりで、インフルエンザによってその後普通の細菌性の肺炎になったり、そういう違う病気で、インフルエンザはきっかけでしたが違う病気にかかって亡くなってしまう人が大部分です。ところがですね、このコロナウイルスによる肺炎はもうウイルスそのものが肺をガーンとこうもう攻撃してしまって、もう1週間もしない間に呼吸ができなくなって、もうあっという間に高齢者の方亡くなってしまう、重篤になりやる場合亡くなってしまう、そういう特徴がありますから、これも本当に高齢者の人にとっては脅威だと思います、はい、先生、まあ、インフルエンザでいうと、まあ、普通、まあ、夏に向かえば自然と収束していくという、はい、まあ、一般的にそう思われてますが、今回のコロナウイルスの場合はこの夏に向かって、まあ、暑くなってくる、ね、気温も上がってくるっていう、それは少し収束の可能性にあるんでしょうか。ですね、それは僕も本当期待したいところなんです、うん、インフルエンザは、はい、ほとんどのインフルエンザは季節性インフルエンザと言われるくらいですから、冬にいくら猛威を振るっても、うん、もう4月5月くらいになると、うん、もう急激に患者さん少なくなります。で、今回のコロナウイルスもですね、同じようになってくれたら、はい、非常にありがたいんですが、うん、この間 WHO も発言されていましたが、それを期待するのはうん、あまり期待できないんじゃないかと。で、まあ、一つのエビデンスは常夏であるシンガポールでさえ、はい、もう100人以上、うん、患者さんがおられます。そして今も、うん、国内感染が今もシンガポールでも出続けていますから、それを考えると、うん、春になった5月6月になったからといって、このウイルスがおとなしくなってくれるということは、まあ、あまり期待しない方が、まあ、それはないこととして対策をしっかり続ける方が賢明じゃないかなと思っています。なるほど、まあ、いろんな貴重な話を伺いましたが、やはりこの今のウイルス対人類の戦い、これは今早期にやれば勝てる戦いだと思っていいんですよね。ですね、これなかなか勝つっていう言葉は、うん、表存も含めてなかなか難しいと思います。ウイルスに勝つっていうのは、うん、例えば天然痘のようにもう世の中から撲滅してしまうと、そういうことに成功したことも、まあ、天然痘だけかもしれないですけれどもおそらくですね、このウイルスは天然痘のように症状が強いと、致死率が高いと、そういうことをみんな目指すんですが、うん、何せ二重人格の8割以上の、うん、8割の人には非常に症状が弱いという、うん、でごく一部の人に牙を剥くというとんでもないウイルスですから、僕はですね、はい、うん、ある意味いかにこのウイルスとも共存していくかと、うん、いかにこう突然感染者がものすごい現れて病院がこう、うん、医療が崩壊してしまう、そういう事態を防ぎ、でだらだらと患者さんが増えていって、気がついていったら多くの人間がもう抗体をそれなりに持っていると、そういう状態に、で、もちろんそういう状態であっても重症の方、特に高齢者の方出てきますが、ただ医療体制がしっかり、日本は特にしっかりしていますから、そういう方が現れてももうしっかり治療して、ちゃんと退院できると、そういう状態になんとかこう持ち込むっていうのが今考えられるベストシナリオだと思いますし、うん、私たちは十分それをできるだけの力があると思います。ただ今大切なのはみんなが我慢する、はい、ということと、うん、僕は本当国際協力、特に患者さんがたくさん出ている韓国であったり、うん、イタリアとの連携といいますが、情報交換は非常に大切だと思います。ああ、なるほど。その、日本の政府含めて今世界中とその情報は共有をしているんでしょうか。ですね、それもちょっと僕はそういう情報にアクセスできないんですが、
まあ、例えば今ビザの発給とかむしろ止める方向にあってですね、お互いにこう、はい、避難し合ったりという場面も、もうニュース等で僕も聞いていますので、ぜひ、今はですね、もういろんな意味で、日中韓、ギクシャクしているところあるんですが、もう今共通の敵に襲われているわけですから、もうぜひこれをきっかけにですね、もう協力しないと乗り越えられないと思う。ウイルスにお前ら何やってるんだと言われちゃう事態だと思いますから、もう僕はもう韓国にもう本当に頭を下げて情報提供してもらう、あんなげのデータをすぐ横の国がお持ちなんですから、で一番僕が今知りたいのは、もう小学生とかにどれくらい感染して、で感染した小学生なりからどれくらい他の人に感染するんだっていうことがほとんど分かってないんですね。少なくとも僕は僕は知り得る情報では分かりません。でそういうところがはっきりしないと、じゃあ4月から小学校の休校どうするんだとかっていうことを決心、安倍首相が決心するためのエビデンスがありませんから、だから僕は韓国なりにそういう今エビデンスどん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 揃いつつあると思うんです。でこれはもう本当にお願いしてそういう情報をもらうべきだと思っています。なるほど。まあ、本当に先生にいろんな、ね、貴重なお話をいただいてるんですが、じゃあ今この時点ですね、まあ、またこれから2週間したらまたいろんなエビデンスが出てきて、また方向がマイナーチェンジされるのか、このまま進むのかってなると思うんですが、今この時点で、今日の時点で、まあ、国民の皆さんここに限らず、今このよしチャンネル世界中の方たちが見てますので、皆さんが一人一人が気をつけなきゃいけないこと、できることというのは 何でしょうか。はい、感染症というと普通いかに自分を守るかと、当然です、自分の健康一番大切ですから。でそれは当然このウイルスでも大切ですが、それと同じ、もしくはそれ以上に他の人にうつさない、そして社会を脅威にさらさない、それが非常に大切だと思います。ですから自分は、特にこの番組見ておられる若い方は何をされてもおそらく大した重篤な症状にならないと思います。でもそれだけの問題ではありません。他の人にどうしたらうつさないか、社会に広げないかということを考えて、みんなが我慢する、そして政府は我慢にも、みんなの我慢にも限界がありますから、じゃあここまではやっていいよと、そして我慢している人に対してちゃんとこう生活面等の収入等の保障をしっかりこう担保していく、そういう努力が必要だと思います。いや本当に先生に言われると説得力がありますね。ただ僕はもう本当に専門家じゃ ないんですが、ただ本当に今回の、問題は本当に心配していますので、こういう問題が収まらないと僕たちも iPS の研究じっくりできません。iPS 細胞も実はこのコロナの研究に役立ったらいいなとは思っていますし、そういう可能性ありますが、まずは社会が昔平和な状態に戻って、みんながそれぞれの仕事なり芸術活動なり研究に専念できる状態にまず戻さないともう何もできませんから、今はこの問題僕は本当に最重要課題だと思っています。そうですね、僕もまあコンサートとかいろいろ決まっているのがあるんですが、やはり不安な中でコンサートを開くべきなのか、それともこの問題はまずある程度解決できるのであれば解決してしまって、みんながこの危機を乗り越えた後に思いっきりまたコンサートを活動ができればっていう、今はですねこれだけインターネットも発達していますから、本当は観客の前でパフォーマンスするというのが一番いいのは分かっていますが、でも違う形でこうインターネット配信するとかで、収入、芸術家の収入に関してはですねこれ有料配信するとか、なんかもういろんな形がありえると思います。でそれを見た、私たちもですね劇場にいなくてもこれ素晴らしかったということはいろんな方法で返せると思いますから、今もこうやっていろんなコメントが現れていますが、こういうことを劇場でやることもできると思いますので、ここはもうみんな人間の工夫の見せ所、みんなが知恵を出し合うところだと思っています。そして私たちは今そういう力が十分あると思っています。リスクファクターですけど、やはり1人よりも2人よりも3人、1人僕が接する人間が増えれば増えるほど、仮に中継の場であったとしてもそれはリスクはあるってことですよね。そうですね、1000人がっていう大げさじゃないですけど、
その中継を行うにあたって100人が密にいた場合は同じことですよね、やっぱりそれはってことですね。ですから私たちの研究所も、大人数の集まりはできるだけ避けると。でどうしても集まる必要があるときはできるだけ少人数で、広い部屋で行うと。でビデオ会議でできることはビデオ会議でやるという対策を取っています。なるほど、ありがとうございます。本当に貴重な話、先生ありがとうございます。いえ、とんでもございません。ぜひまたこれって多分この状況っていろいろとアップデートされていかれると思いますので、またそういった貴重な情報をまあいろいろ配信していただけると僕らも勉強になりますし、これもどういうことを取っていいのかっていうのが分かるので、はい、感謝しています。はい、いえ、こちらこそこんな機会いただきまして本当にありがとうございます。また近々これが終わったら美味しいワインでもぜひ、また一緒に、早くそういう日が来ることを願っています。そうですね、一度願っております。僕も微力ながら協力させていただきます、未来に向かって。はい、はい、ありがとうございました。改めまして山中伸弥教授にお越しいただきました。次のスケジュールもあられるということですので、ここでお別れとなります。山中教授ありがとうございました。ありがとうございました。先生ありがとうございます。よしきさん、またぜひぜひ、またおいしいワイン飲み楽しみしてます。はい、さあでは、よしきさんとは引き続きもう少しお話をさせていただきたいと思います。はい、山中教授ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、世界的に大変な状況の中ではあるんですが、コメントを見ていてもですね、この対談は本当に有意義だなというのを吉木さん実感しました。僕はですね、とりあえず、まあ、その結局ちょっと話ちょっとそれますが、今の自分がいるっていうのはやっぱり何ですかね、ファンの皆さんがずっと僕を応援してくれたから多分今無事もやると思うんですよね。はい、まあそういう中でね、まあやっぱみんな心配になりますよね。だからまあ少しでもなんかできないかと。でね、まあ、たまたま僕の周りにはそういう、まあ、いろんな、そういう、なんていうかね、国を動かしているような、なんかその、アメリカとかでもそういう、なんかすごい情報、知識を持っている方がいるので、はい、まあ、毎日のように、どうなの、何が正しいの、ただ、その中で自分の、その中で一応、情報を集約してみて、多分今は危険だろうと。で、先生のおっしゃった通り、山田先生のおっしゃった通り、多分これ時間を経ってしまうと良くない、様子見ようっていう問題じゃないんじゃないかと、ということで、そうですね、はい、やはり、ね、いろんな、コーヒー飲もうコーヒー飲もう、俺のこれ紙コーヒー、はい、かけちゃった、そうですね、俺の缶コーヒーか今は、やはりそうですね、なんか時間が、今の時間がすごい大事だっていうのをいろんな聞いて、まあそのね、僕がツイートにしても、まあ、スタッフからかなり止められてます、これでも、はい、なんでやる必要があるっていうか、そういう批判もあるから、そういう危機は犯さないでくれと、まあ、いろんなリスクファクター、まあ、いろんな僕の配信とかも、まあ、いろんな方たちが、ね、僕のなんかスタッフ含めてチェックしてますので、チェックしてるというかスクリーンがかかるのでやめてください的なことは結構ありまして、ただこれはまずそれを問題提起することでも意義があるだろうと。ただもう黙ったらなくなっちゃったんですよね、その両親っていうか、なんていうか、いろんなね、そのコマーシャルもありますし、スポンサーもいっぱいねいるので、そういうことは避けていただきたいっていうのは結構大変な意見だったんですが、はい、まあ、この何週間かちょっと、かといってね、僕みたいな人がその下手なことを言ってしまって皆さん混乱されてしまうとはそれは本当にもう良くないと思うので、だから僕、基本的にそのファンも含めて皆さん、家族だと思ってるんで、そうですね、こういった時なので正しい知識を持ちながら、こう気持ちの上ではできるだけ明るく、こうした吉木さんをね、
こう画面として配信で拝見できるというのも皆さんの力になるかなと思いますので、はい、少しここからお話を伺いたいと思いますけれども、先ほど、いろいろと YOSHIKI さんに関しても情報があるんですけれども、イギリスのビクトリア&アルバート博物館の着物展に YOSHIKI物の展示がされているということですよね。ちょっと鼻が出てきていい？もちろんです。